本当に。うん。うん、大丈夫やろ。うん、すごい反抗するね。おいしい。爪伸びてる、爪が。よいしょ。はい。うん、大丈夫、大丈夫。後ろ足伸びてるもん。リアルちゃん。爪が伸びてる。大丈夫。いいね。痛い痛い。怖いよ、その中でいると。きれいに切れたよ。タンちゃん今爪切ってんだよ。はいはい、はい、ちょっと特殊な切り方のムチコです。爪を切りまーす。爪を切りまーす。はい。爪を切ってるだけじゃん。うるみ。もう終わった。もう終わりましたよ。ミシェル。ミシェル。ミシェルは爪。すごいね。シルちゃんの爪は黒いね。わかんないね、これじゃね。はい。ミシルちゃんの爪は黒い。ミシルちゃんの爪は黒いです。よいしょ。危ねえよ、これ。よし、はい、ミッシェル、あとこっちの手ね。はい、はい、
何これ？ミシェル、爪？なんか爪みたいのが。ミシェルはおとなしいよね。爪切るときね。おとなしいね。おとなしいね。おとなしいね、ミシェル。一番おとなしいよね。ね。噛んだりとかもしないしね。シャリルがままでしゅ。もうすぐお風呂の季節でしゅから。ミシェル。ミシェルが一番汚いよ、だって。ミシェル。こういうとこ。ね。夏はおら、いじくりまっしゃりまっしゅ。おとなしいね。あんたほんとおとなしいね。なんでこんなおとなしいの？パフパフパフって。ロイヤルちゃん。伸びてるわ。めちゃくちゃ伸びてんじゃん。それじゃめっちゃ爪伸びてたよ。爪がめちゃくちゃ伸びてた。赤ちゃん嫌がるんだよね。赤ちゃん育ててたからね。だって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 、おうおう、もうロイちゃん切る。よしよし、足の爪だけでも切らないと折れちゃうよこれ。ロイヤルちゃん、ロイちゃん嫌なの。爪切りね、爪切り、あらら、爪切り嫌なの。なもんか。すごい伸びてるよ爪。とりちゃん、すごい爪伸びてる。爪伸びてるよ。はい。大丈夫大丈夫。ルイちゃん何回転するのよ。ロイヤルちゃん嫌がるからママも嫌だ、爪切るの。うん、すごいもんだってロイヤル爪が。
だね。おいちゃんね。すごい伸びてるよ、爪。おやる。すごい伸びてる。あ、ちょっと痛かったかな。痛かったね。はい、ちょっとちょっと。うん。ママやだよ。ここの爪はやばいよ、だって切らないと。はい、はあ、終わった。ちょっと血入れちゃったね。じゃあね、こっちの人差し指がね、ちょっとだけ、もう止まったかな。大丈夫大丈夫、おっぱいが伸びちゃった。ロイヤルちゃんです。はい、はい、ということで皆さんこんにちは、ムチコです。1ヶ月ぐらい前かな、爪切りのね動画を撮ってたんで、編集してたんですけど、プーちゃんの爪をね切ってないことに気がつきました。あとこちらのね爪切り買ったのすっかり忘れてたんで、新しい爪切りを使ってプーちゃんのお餅も切ってないかな爪切りをねしていこうかと思います。おもちゃんがすごい顔で私のこと見てるこっちか、爪切りすんのかはい、ということでプーちゃんめちゃくちゃ爪がね伸びてるの動画見たら分かったんで、後ろ足のね爪を切るのは私得意なんですけど、ちょっとね手のね前足っていうか手の爪を切るのがちょっと苦手で、プーちゃんの手の爪がめちゃくちゃ伸びてたんで、はい、切っていこうと思います。せっかくなんでね後ろ足もね切ってこっか、プーちゃん。はい、独特なね爪切りの、後ろはそんな伸びてないね、やっぱ後ろはね切ってるみたいですね。プチャプチャはいはい、ちょっとね横抱きで後ろの爪は切ったんだね、多分ね、ママね、プチャのね。あ、はいはいはい、手がめちゃくちゃ伸びてるんだよね。いけ噛まれてます、痛いってぽーちゃんなんでそんなことすんの、痛い。え、だって大丈夫、すごい、だってすごい伸びてるよ、ちゅめすごい、なんか大丈夫、なんか大丈夫、はい、落ち着いて、はい、手のね爪切りが苦手すぎて、プーちゃんのお手手の爪がめちゃくちゃ伸びてるんで、はい、これはやばいよプーちゃん、これはやばい、これはやばいプーちゃん、これはやばい、これはやばい、はい、怖いの、あ、はいはい声にならない声で泣いているプーちゃんが、大丈夫大丈夫大丈夫、伸びすぎちゃったね、はい、大丈夫この大丈夫よ、ぽちゃん。ぽちゃん、声が出ないの、ぽぽ。なんでぽぽして。声が出ないか。大丈夫か、ぽぽ。怖すぎて。爪が伸びすぎてるからさ、ぽちゃん。はい。最後ね、一本。
切らないとまずいよ。はいはいはい。切れた。ふーちゃん切れたよ。はい、終わりました。ふーちゃん、おもちゃん行きます。次、おもちゃん抱っこ嫌いだしね。はい、心を鬼にしておもちも切ってくよ。おもちゃんです。パカッ。おもちゃんも爪伸びてる？お持ちそうでもないかな。後ろ足切るか。はい。大丈夫よ。おもちゃ、おもちゃ。おもち。ちゃんはね、なんか若干長めに切らないとね、血が出るんですよね。ちょっと長めに切ろうね。はい、はいはい、大丈夫じゃん。大丈夫よ、おもち。お、嫌ね、嫌だね。前の手が、爪がめちゃくちゃ伸びてるよ。お、あ、しょっかよ。ママもやりたくない、やりたくないよ。もうじゃあそんなに動いたら危ない。もうじゃあそんなに動いたら危ないよ。爪切らないと。よしよし、落ち着いてください。おもちくん、おもちくん、大丈夫。お餅がめちゃくちゃ反抗する。そんなに嫌なの？爪でも伸びてるじゃん。爪伸びすぎて、この内側の爪がね、くるんってなるからね。なーに。はい、お餅は中断かな。嫌すぎる。爪、足の爪は綺麗に切れたのにね。ん？おもちゃん、ほらここの爪切りたいよ、ママ。難易度マックスだよ、おもちゃん。おもちゃ難易度マックス。嫌なの、嫌なの。ママも嫌だよ。はい、中断します。はい、まだね、生後2ヶ月なんですけど、最近抱っこするとね、爪がね、切れるかな。なんか体がちっちゃいから支えづらい。初めての、お、初めての爪切りね。あ、ほら折れちゃってじゃん。からね、支えづらい。爪切らないとね。なっちゃった。しーちゃん、爪伸びてるよ。はい、まだね、赤ちゃんは支えづらいんでね、今日はやめときます。
しーちゃん1本だけ結構ギリギリまで切っちゃって血は出てないですね。よかったよかった、はい、ちなみにこっちの新しい爪切りなんですけどどうかなやっぱ今まで使ってたやつが慣れてるんでね、そっちの方が使いやすかったかな。はい、今まで使ってたやつはこれなんですけど、なんだろうね。あ、ロイちゃん、まあ、形状は結構似てるんですけど、こっちの方が開きづらい感じがします。こっちの方がね、軽い感じがする。はい、なんで新しくねこれ買ったんですけど、やっぱこっちの方が私は使いやすいかな。あ、ロイヤルちゃん心配して、ミルティーじゃないや、シロちゃんの。ロイちゃんもね、手の爪切る？はい、はい、私もね、手の爪切り苦手なんで、今日はこれくらいにしとこうと思います。